はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。スーパーウルトラハイパーギガリンクス沢渡です。本日なんですが、妖戦獣デッキ作ってきたんでね、やっていきましょう。妖戦獣デッキ強化入りました。ペンディラムモンスターがね、死ぬほど実装されましたね。新しいねペンディラム軸のね、妖戦獣ちょっと組んできたんでね、やっていきたいと思うんですが、ペンディラム妖戦獣って上級モンスターなんですよ。で、皆さん、妖精ロストトルネードっていうなんだ、伝説のね、戦術を聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、妖戦獣デッキってペンディラム、モンスターめちゃくちゃ強くてですね、まあ、ちょっとアドバンテージを稼いでくれるモンスターがいなくて、課題はですね、先に言っとくと、サーチがないこと。ペンディラム共通の、今のところの共通の課題、サーチがない。サブロー風っていうね、サーチできるモンスターが来たらめちゃくちゃ強くなると思うんですけど、まずサブロー風が来てなくて、デュエルリンクスには。で、ペンデュラムモンスターが、サーチできないっていうのがあって、アドバンテージを稼ぐ手段がないんですよね。なんでそこは課題なんですけど、動き方なんかガンギマルとマジやべえ動きするんですよ。ちょっと効果説明していきますね。まずね、これ大馬風さん、こいつがマジでやばい。打点3000ありますからね。打点3000で、このカードはペンデラム召喚でしか特殊召喚できない。で、ペンデラム召喚どうやってやっていくかっていうと、これレベルが10なんですよ。で、スケールリュウさん、これ3と7と5しかねえじゃんって思うじゃないですか。これ、例えば、1つ目のムラジだったらスケールを11にできます。ペンデラムスケールを。で、こっちだったら、もう片方の、ペンデラムゾーンに妖戦獣が、妖戦獣ペンデラムカードがあれば、端子路地までスケールを11にできると。だからこれとこれ実質ペンデラムスケール11なんですよ。だからこれで、11にして、この10のモンスターたちを出していくっていう、そんな感じですね。で、最初ね、僕もね、ペンデラムモンスターばっかり入れたりとかしてやってみたんですけど、やっぱりね、ペンデラムって結局3枚使って1枚出してるじゃないですか。スケールに2個貼って1枚出してる。で、アドバンテージが稼げないんですよ。だから普通に戦ってるとやっぱちょっとかなりきつくて、結局アドバンテージをね、稼ぐ手段が必要なんですよ、妖戦獣デッキ。まあ、例えば一番強いのはそのさっき言ったサブローカゼっていうサーチできるモンスターが、ペンデラムモンスターをね、サーチできるモンスターがいるんですけど、妖戦獣にそいつが来ればいいんだけど、来てないから、これですね、唯一妖戦獣イズナムチっていうワンドローできる人、これが一応妖戦獣界の今のところのアドバンテージ稼いでくれるマンなんですよね。だからこいつを使ってドローしながら、ペンデラムスケールとかをまあセッティングして戦っていくみたいな感じの構築にしてきました。で、このモンスターの効果なんですけど、このね、2番の効果、このカードが、召喚、ペンデラム召喚ちなみに無効化されないんで、ペンデラム召喚さえ、宣言できれば、まあ、神の忠告とかね、そういうのはできないんですけども、このカードが召喚特殊召喚に成功した場合、フィールドカード2枚バウンスできるよと。で、このカード特殊召喚した段の、エンドフェーズにまた戻ってくるよっていう効果なんですよ。つまり、2枚バウンス飛ばせるプラスフィールドのカードなんで、これ自分のカードバウンスしてもいいんですよ。これ何が一番強いかっていうと、デモンズチェーンを使いますっていう、これがめちゃくちゃ強いですね。これがめちゃくちゃ強い。デモンズチェーンで相手の動きを止めて、でその次の、開始で大爆発でデモンズチェーンを戻すんですよ、自分ので。またもう一枚このデモンズチェーン、戻したやつをセットして使いますっていうセルフバウンスですね、いわゆる。これがめちゃくちゃに強いです。はい。で、一つ目のムラジュも十分強くて、これちなみにペンデラムスケールはね、11にできるよっていう効果と、ちなみにこのターン、妖戦獣しか出せないっていう縛りがあります。まあ、妖戦獣しか入ってないって関係ないですけどね。エクシーズモンスターは出せませんけど。で、自分のエンドフェーズにこのカードを持ち主の手札に戻すよっていう、まあ、そういうね、効果を持っているんですが、これペンデラム召喚でしか特殊召喚、できないっていうモンスター効果なんですけども、召喚特殊召喚成功したらまた相手のカードをバウンスできるよっていう1枚、そういう効果を持ってるんですよ。だからね、まあ、ガンギマルとマジで大爆風2体で4枚バウンスとか、1つ目のムラジと大爆風で、3枚バウンスとかもできるんですね、このデッキ。もうひたすらに相手のカードを戻していくという、そういうデッキですね。で、このカードがモンスターゾーンに、存在していて、自分のカードの効果によってこのカード以外のフィールドのカードが手札デッキに戻るたび、要は、1つ目のムラジの効果でもいいし、まあ、大爆発の効果とかでもいいんだけど、戻った場合打点が500アップします、妖戦獣の。これはちなみに戻るたびに発動するんで、何回でも発動できます。だから、まあ、例えば4枚戻せば4000とかになるし、こいつの打点がね、まあ3枚戻したら3500とか、もうどん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 上がっていくんですよ。この
2番の打点アップ効果も強い、しかもなんか全体上昇だから。でこのカードは特殊化した、ターンのエンドフェーズに戻るということで、これね戻るのもね結構強くてね、あの除去されないから相手ターンで。でさっき言ったように、このこれだけ入れてもアドバンテージを稼ぐ方法がないので、なので、このワンドローマンを使うために一応天気とかカマイタチとか、カマミタチとかが入ってる。一応カマミタチも一応サーチじゃないですか、まあ、戦闘ダメージ、こいつ以外の戦闘ダメージを与えた時に、なんか妖精獣カードをサーチできるっていう、まあ、そういう効果なんで一応入った。まあ、ちょっと遅いんですよねこのモンスターは。基本的にその召喚に成功して、あの起動効果とかでサーチできればめちゃくちゃ強いんですけど、まあそれがそのさっき言ったサブロー風ってやつしかないから、だからま あの一応サブロー風みたいな感覚で入れてますここは。でイタチ風はバウンストラップなんでめちゃくちゃ強いから入ってるっていうのと、あとねこれですね、このね妖精獣の火っていうのが、ペンデラム妖精獣にはすごい強くて、まあ、またメイン2があったらもっと強いんだけど、妖精獣の秘技っていうカードは、妖精獣カード、自分のフィールド上に妖精獣カードが存在していて、自分のモンスターゾーンに妖精獣モンスター以外の表側表示のモンスターが存在しない場合、要は妖精獣モンスターしかいない、または妖精獣も何もいない場合、モンスターの効果魔法トラップカードを発動した時に発動できる、その発動を無効にして破壊するカウンタートラップ、これ何でも無効にできるんですけど、コストっていうかその条件がきつかったんですよ今までは。自分のフィールド上に妖精獣カードが存在しているっていう必要があるんで、これがペンディラムカードだと置いておけるんで、これペンデラムゾーンにこれ例えば大爆風置くじゃないですか、大爆風置いといて、あの秘技セットするだけでもう一妨害なんですよ。これがめちゃくちゃ強いですね。しかも何でもかんでも無効にできるんで、しかも破壊できるんで、これねでもね3積みするとちょっとやりすぎ感があって、このデッキだったらね、この要はこの家系モンスターがいるから、家系モンスターとかとあの秘技が来てもあんまり意味ないんですよ。ペンデラムカードと一緒にあのセットしないとあまり強くないので、だから1番にしてます。もっとねペンテラム最初はねもうペンテラムモンスターめっちゃ入れて、秘技めっちゃ入れてたんだけど、そのデッキアドバンテージ稼げなくてあんま強くなかったんですよね。ドローできないから、サーチできないから、なので、こういう構築にしました。で、エクシーズモンスターは、まあ、ランク4だったら何でもいいです。はい、とにかくですねこのね決まった時の大バカ勢、であのデモンチェーンをセルフバウンスするっていう動きがめちゃくちゃ強いから、あのぜひ皆さんも体感していただきたい。で、スキルなんですが、スキルはね、サバタリ劇場の開幕っていうね、この、スキルにしてまして、このスキルどういうスキルかっていうと、めちゃくちゃ強いんですよ。自分のライフポイントが1500減った後に一度だけ使用できるドローフェーズ時に通常ドローを行う代わりに、任意の、魔界系のまたは妖精獣モンスター、まあ、要は好きな妖精獣を1500ライフ減ったらドローできるんですよ。これが素晴らしく強いですね。あの要は足りない妖精獣を引いてこれるっていう。で、さらに、これは、妖精獣か、魔界劇団のモンスターが合計9枚以上存在するデッキを設定したら、自分のフィールド上にペンデラムゾーンを追加するっていう、これね、このペンデラムゾーンを追加する効果を使ってくんないと、このデッキ魔法トラップ伏せる場所ないっす。なんでかっていうと、これさ、これマジでうざいのは、その魔法トラップカードすっごい強いんだけど、これあの伏せる場所ないんですよね、普通のデッキだと。要はペンデラムスケールにカードをセッティングしてしまうと魔法トラップゾーンが埋まっちゃうんで、こういうカードをセッティングして、セッティングじゃない、セットしておく場所がない。なのでこのスキルで、そのペンデラムスケールを用意してあげるっていう、これすごく強いですね。サワタリ劇場の開幕使ってみてください、ぜひ皆さんも。はい、てかまずはそもそもあのサワタリをゲットしなきゃいけないっていう、クソめんどくさいね作業がいりますけど、50万評価ポイント頑張ってください。妖精ロストトルネードもどきかましていきましょう。デュエルスタンバイ。やっぱ俺カードに選ばれすぎさ、俺のターンだ。やっぱこのキャラクターいいな。セルフ BGM も流してくれるし、セルフバウンスもセルフ BGM もできるんでね。ああ、なるほど。サンダーラゴンちょっと若干事故りかな。とりあえずデモンズチェーン2枚あのセットして分からせるから。カマミタチ自身がねダメージ与えてもサーチ入んないんでね、これカマミタチすびきはあんまり強くないんですよね基本的に。お、早くライデン使え。うるせえな、ライデンのチェーンが一番イラつくわ。イラッとくるぜ、おら来れ。1500ダメージ、これディスティニードローケアし、もう投げてくるの。なるほど、レビオニアのコストにってことね。カマミたちの効果発動。さあカマミたちは手札に戻ってくるぜ。かわいいなお前は。何ライデン、やばい。
これこれレビオニアアルヨムーブしてんな。でもハンデス結構きついんだよこのデッキ。ハンデス効果使ってくるとしても止めますね、デモンドチェーンで。それでアドバンテージがねあんまり稼げない。きた、墓地ひょいひょいでレビオニア、はいはい、レビオニア監督の効果と、はい、デモンズチェーン来た。デモンズチェーン、レビオニア対策に積んでると言っても過言ではない。レビオニアを止めたいがためにデモンズチェーン入ってると言っても過言ではない。さあどうする。さあカードを1枚サーチすることができる。 OK、 ライチョウリュー OK、 でレビオニア OK、 レビオニア無効になっていく。でライチョウリュー効果、サンダードラゴン、てかさ、ここ思ったんですけど、サンダードラゴン、まあ、強いのはわかるよ、俺も好きだし。だけどさ、長期環境剤とかいうのがさ適用になるんだったらさ、サイバー流みたいな、お前が一番長期環境剤だろみたいな話はあるよ。お前いつまで環境いいんだよみたいな。もういよいよ、しかもなんか獣をリミット2にしたところでパーツ生き残ってるから意味ないですよ。あれサンダードラゴンなんか使ってみたんですけど、まだ強いです。全然新しくてもやばい。アドレスは強い。でも2600ダメージバチコロで食らわしてくれるんだったら、実質ディスティルゼロみたいなとこあるから、実質ディスティルゼロ。待てスキル発動するぜ。もっと分け、これが俺様の最強スキル。妖戦獣ウレン心中を手段に加えるぜ。そして妖戦獣ウレン心中をペンドラムスケールに設定。さらに妖戦獣魔妖戦獣一つ目の村地をペンデラムスケールにセッティング。そして、ウレン心中のペンデラム効果発動、このカードのスケールを11でさせてもらうぜ。そしてペンデラム召喚、現れろ俺のしもべたち。はい最強、はい2枚バウンス、はい2枚バウンス、お前のモンスターと俺様のデモンズチェーンを回収。強すぎ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 なんだが、フリーボール投げてくる。ディスティリドローちょっと嫌だな、ケアするか。ディスティリドローまあ、されてもいいけどね、 もはや、まあ、一応ディスティルトの気がするか。ターン終了していこう。サーチでやるけど、まあでも言うてね、サーチしたところですぐ使えるカードないから。さあそして全てのモンスター俺の手札に舞い戻ってくる。いや計算内ですよ、どっちかっていうと計算外。いや計算内ですけどね、クリボール投げられるなんてサンダーでも計算内ですけど。雷鳥竜、はいどうぞ。で雷電竜しか来ないですね。雷電竜が来る。レビオニア君だけまあデモンズチェーンでバトル、マジか。バトルは普通にデモンズチェーンでやりますけど、さあデモンズチェーンでしっかりと止めていく。さあそしてまたバウンスします、デモンズチェーンを。最強、やばすぎ、やばすぎこれ。で打点アップ効果もね、あの皆さんにお見せできます。これ4000ワンパンできるっていう、カイトロイドじゃない、もちろんあのベイルケアできるっていうところをお見せしましょう。俺様のしもべたち、魔妖戦獣一つ目の村地、さらに大爆風、大爆風の言い方めちゃくちゃ好き。で一つ目の村地の効果バウンス、さらに大爆風の効果、自分のデモンズチェーン戻しまーす。ぶっ壊れてくさ、この動きぶっ壊れてくさ、ぶっ壊れてんだよこれ、この動きぶっ壊れすぎ。で打点が1000ずつアップして4000までいきまーす。ファイーン。最強でくさ、はいバトルフェイズいきまーす。対戦ありがとうございました。俺カードに選ばれすぎー。戦いの殿堂に集いしデュエルスたちがモンスターと共に血を蹴る血を舞い、フィールド内を駆け巡る。これぞデュエルの最強進化系アクションデュエルだ。最後あのキリュウさんでやってみました。さあ闇遊戯くんどういうデッキだい。
私の最強デッキに勝つことができるターンエンド、マジターンエンド、マジ、ま、これはね、ワンダローは強っ、ハンド強っ、演武天気発動、演武天気の効果によってデッキから特定のカードを1枚を手札に加えることができる。これによって1枚ドローするマンを、これね、この1枚ドローするマンがないとやっぱりね、アドバンテージがね稼げないんですよね。これさ、高校でさ、こうするだけじゃないですか。でこのワンドロー入れることによって手札が1枚増えると、最強か、最強か、最強か、最強じゃねえか。とりあえずこっちからぶん投げて、あ、ディスティニードローで、なんかある、なんだろうねこれ、月光かな、ムーンライトかな、ディスティニードローってなんかいろいろありすぎてわかんないな。サンダードラゴンもあるしな、ちょわからないですけど、まあ、とりあえずディスティニードローケアすることに越したことない。はい、かまいたち、なにてめえ、俺様のカードパクりやがって。俺様のファンか、お前、俺様のファンだな。それは俺様のファンだな、やめろお前、そのカードは俺様で使え、俺様以外では使うことを許されないぞ俺様以外で使うことは許されないぞ。さあどうするんだ闇遊戯、お前のモンスターがデモンズ支援で縛り付けられて、さらにそのカードは戻んないぜ。困ったね、悔しいだろうね、悔しいでしょうね、悔しいでしょうね。モンスターが手札に戻らなくて、妖戦獣は手札に戻らないとかなり厳しいですよ。さあなんかいろいろ考えてますが、何をしたところでもう召喚剣は使いましたし無理でしょうね。妖戦獣をの使い手としてはまだまだ甘いですね。モンスター効果発動、戻んねっつってんだろ。よし、ターンエンド、俺様のターン、俺様の完璧なデュエルを見せてやろう。これスケール来たら強いな、これスケール来たらマジで最強ムーブ。かまいたちの効果発動、イズナムチを召喚、イズナムチの効果、スケール来け、あーそういう感じね、そういう感じか、なるほど。セルフバウンスしてもいいけど、まあ一応まあこれ普通にシンプルにぶん殴りに行きますか。ここシンプルぶん殴りで、はい、でメイン2ないのでエンドですね。これメインツだったらねセットできるんですけどね、ちょっとね若干、ちなみにあの演武天気もバウンスできますんで今のはデモンズチェーンと演武天気を、バウンスしてもう一回セットして使うっていうこともできます。めっちゃ強いです、はい。まあ、ちょっと若干あれかな、サイクロンとか引かれるかもしれないから、今ちょっともしかしたらそれやった方がいいかと、よかったかもしれないね。はいはい、さあ三男の効果を発動して何が出てくる、何が来るんだい。モンスターを攻撃表示、ああ無理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 、全然無理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 。これとまあどっちでもいいけど、まあこれでいいか、全然無理、全然無理です。あぶねえ、あのねイタチ、イタチじゃねえ、ムチはワンドロー入るんで絶対ねドローさせちゃいけないんですよ。はい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 、俺のターン、俺様の完璧なデュエル、これお楽しみはこれからだ。だからこれによってウレンシンチューを手札に加えるぜ。そして俺はウレンシンチューをペンデラムスケールセッティング、そして魔王戦獣一つ目のムラジをペンデラムスケールセッティング、そして魔王戦獣一つ目のムラジの効果ペンデラム効果発動、このカードのスケールを11にさせてもらう。そして俺は妖戦獣かまいたちを召喚、かまいたちの効果発動、イズナムチを召喚で、イズナムチの効果発動、イズナムチの効果でカードを1枚ドロー、さらにペンデュラム召喚、ペンデュラム召喚、行け現れろ俺様のしもべたち、うおー魔妖戦獣大バカぜ、強っ強っ。ちょっといらないこの、天気を一回セルフバウンスしまして、でですね、ガンクセします。カード1枚セット、カード1枚セット、カード1枚セット、いや強すぎでしょ、強すぎでしょ、もう何もできんだろあいつ、おらぶち殺す、あっうざきっしょきっしょ、でも使わせよ、もうディスティニードローされてもいいや、こんだけバック強かったらさすがにディスティニードローされたところで別に大丈夫。さあどうする、ディスティニードローは、お、ディスティニードローを入れると、おら、かまいたちで攻撃、かまいたちで攻撃だぜ、
あーいいだろカイトロイド、いいだろう。さあこの最強盤面を返してるのか、闇勇気、へい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 、いいね、お前ら俺のこと好きか、全部手札に返ってくるぜ。で言ってみてろ、いいだろう、何を引く。いやその局所的ハリケーンがないからさ、もう局所ないから、これ何を引いたところで1枚では返せないだろう。ライトニングストームでも引くか、ライトニングストームやってくれ、コズミックサイクロン、いいだろう。そんなカードはどうでもいい、あ1枚くらいは許してやろう。でどうするんだ、モンスターを召喚するか、デモンズチェーンでまたこ止めてやるぜ。はい無理ー、はい無理強すぎて草、この動き、この動き強すぎて草。でどうするんですか、エンドファイズ、うわー弱いなー、妖戦獣を闇遊戯で使ってるからそんなに弱いのでは。俺のターン、ドローするぜ。これで、魔妖戦獣、一つ目のムラジをペンデラムスケールにセッティング。ペンデラム効果、スケールを11にさせてもらうぜ。そして、さらに、かまいたちを召喚。かまいたちの効果を発動。かまいたちの効果によって、イズナムチを召喚。イズナムチの効果を発動。カードを1枚、ドローする。そして、ペンデラム召喚。揺れろ、魂のペンデラム。天空に描け光のワーク、ペンデュラム召喚、現れろ俺のモンスターたち、いでよ魔妖戦獣、大バカゼ、大バカゼの言い方すんごい好き。大バカゼの効果、デモンズチェーンは戻させてもらうぜ。お前のモンスター戻させなくていい、普通に戦闘破壊してやる、オラマジで強い、この動きマジで、あこれ発動してからセリフバンスだったな、ちょっとミスったな、いやちょっとミスったが、まあいい。さあ行くぜ、バトルフェイズだ、うれ、じゃあな、楽しいデュエルだったぜ。妖戦獣使うんだったらこのスーパーハイパーウルトラギガリンクサワタリを使え、主役は俺なんだよこのデュエルリンクさんな。カードに選ばれすぎセリフ BGM? 来ないか、最高のパフォーマンスを見せてやるぜ。なかなか熱い対面ですね。どうせ全然関係ないカード飛んできそうに、とりあえずデモンズチェーンでドヤ顔するぜ。コズミックサイケロンだけやめてくれ。さやばい、つえそれ強えよ、このモンスターやばいわ、やっぱそれシンプルにサイケロン強い。あ、え超獣武者だ、なるほど、確かにめちゃくちゃ相性はいいぞ。ちなみに超獣武者とエキセントリックデーモン、エキセントリックデーモンモンスター扱いだよな。実際魔法トラップが墓地に行かない。ビッグベンケ来た、やばい強い、ビッグベンケ来た、うわ助けて、ショートムービーで飛ばすか、うわしかも攻撃表示、はい、ディフェンスバースト、なんでそれディフェンスバーストなんだっけ、5フェンカー上がりましたっけ。あ、え、やばくない、あ、あ、